島根県の六百四十八人は保健所管内別で松江三百四十四人、出雲百五十二人、浜田六十人などです。一方鳥取県の六百四十三人は保健所別で与那国三百二十二人、鳥取市二百十七人、倉吉百四人です。またクラスターは両県合わせて八県発生しています。